妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、中国のティア70戦車、ロケットブースターが特徴の子、BZ58 さんだね。うむ。マップはゴーストタウン、マッチングはティア5から7だね。それじゃあ初動は、トップ10戦車さんだし、中央の街で戦うとしようか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、中央にも何両か来てくれそうだけど、メインは東になりそうな雰囲気だね。うむ。敵の数次第だけど、この車両数だと中央攻めは厳しそうなので、初動は防衛重視で入るとしようか。了解だよお姉ちゃん。それならまずは正面の定番の打ち合いポジションで構えるね。うむ。む、右側に中戦車さんの反応だね。撃てないかちょっと試してみるね。と思ったら、正面にヘンシェルさんだね。ナイスショット大妹よ。奥で T29 さんの反応もあるねお姉ちゃん。うむ。さらにポルシェティガーさんが対面に登場しているし、これは敵側の中央戦力はなかなか多そうな予感だね。本当だねお姉ちゃん。対して味方さんの戦力はこの通路に私たち1両と、左側に2両だけなので、ここは慎重に戦うことにするね。うむ。そしてさっきからちょこちょこ砲塔を貫通されてるっぽだけど、この子の砲塔、格下さんに貫通されるようなやわな砲塔じゃなかったよね。そうだねお姉ちゃん。でも確か左上に小さめだけどキューポラがついてるから、そこを狙われちゃってるのかも？むう。だとするとちょっと嫌な感じだね。とはいえ現状敵が押し寄せてくる気配はないし、こっちの攻めの主力は東部隊さんになりそうなので、ここは慎重にちまちま戦うとしようか。でも引きすぎると敵が思いっきり来るかもなので、ある程度牽制するのも忘れずにね。了解だよお姉ちゃん。そういえば、単発ダメージが前回の動画より上がってる？うむ。前回の動画の時は、改良砲塔以外初期装備だったけど、今回の動画では主砲が最終砲になってて、さらに離隊も改良離隊を装備してるからね。いいね、お姉ちゃん。思えば足回りも少し快適な気がするね。と、どうやら T29 さんが本格的に動き出したようだね。T29 さんに接近されるのはまずいので、このまま T29 さんを牽制し続けるね。うむ。よしよし、2回目の離隊切りが入ったね。そしてナイス撃破だ味方さんだね。いいね、お姉ちゃん。これで敵のトップ10戦車さんの一角が崩れたね。うむ。あとはこのままさっきの膠着モードに再び戻ってくれれば嬉しいんだけど、敵さんどう出てくるかな？今のところ、ポルシェティガーさんが動く気配はなしだね。うむ。ヘルス差もついてきたし、悪くない戦況だね。むう、突撃してきそうだね。ナイスショット大妹よ。あう。ポルシェティガーさんまで動き出しちゃったみたいだね。ふう、ついに恐れてたラッシュモードになっちゃったか。とはいえ中央がどれだけ粘れるかが他の戦線のためにも重要なので、これはもう粘れるだけ粘るしかないね。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。ただこういうバトルになっちゃうと、最終砲の BPM の低さがちょっとあれだねお姉ちゃん。うむ。同格さん相手までなら、高 DPM の初期砲が欲しくなっちゃうね。ナイスショット大妹よ。ふむ。どうやら敵もヘルスが減ってきたので、だいぶ勢いが落ちてきた感じだね。いいね、お姉ちゃん。むう、これはまずいね。中央の敵のヘンシェルさんが、裏取りを仕掛けてくる動きだね。あわう。本当だねお姉ちゃん。でも正面の敵を無視して撤退するわけにもいかないし、すごくピンチだね。うむ。これは万事休すって感じかもだね。ただ幸い味方東部隊さんが東を突破してるし、西も多分優勢。そして中央は敵の数こそ多いもののヘルスが残ってる子はほぼいないので、これなら私たちがここで落ちたとしても、チームとしてはほぼ勝ち確って感じだね。そうだねお姉ちゃん。特にヘルス差はすごい開いてるもんね。うむ。あわう。
でもこの後は味方さんの勝利で終わりました。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2480、キル数1、アシスト900、棒ダメ1780。スコアは1104でチーム内トップ、2バッジをゲットだね。今日のバトル、ついに最終砲と改良履帯を装備してのバトルだったけど、ティア7で単発320というのはなかなかいい感じな反面、ああいう打ち合いだと、初期砲の DPM が欲しくなっちゃうね。本当だねお姉ちゃん。でもティア8戦のことを考えると、どうしても単発と貫通の高い、最終砲になっちゃうよね。だね。収支は、フル禁断運用だったけど、イベントのおかげでそれなりの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。